はい、マスオ TV でーす。はい、皆さん今日はですね、実はマスオもこの商品買ってましたっていうね、ものをご紹介したいと思います。はい、もうね、マスオもってことはあの人も買ったんだ、あの人も買ったんだでね、わかる方もいるかもしれませんが、こちらでございます。はい、アマゾンの箱にね、入ってますね。というか、本当はもうここから開封しております。このサイズの何かを買いました。皆さんね、これ何かわかるかな。ヒントと言いましたら、いろんな YouTuber さんが最近買って紹介してました。もうわかるんじゃないかな、さすがに。あ、マッソンもあれ買ったのかよってね、宝の持ち腐れかって言われちゃいそうではあるんですが、実はですね、こちら買っちゃいました。じゃじゃーん、 GH5 でございまーす。かっちょいい、かっちょいい。簡単に言うと、とっても綺麗に撮れるカメラ、一眼レフカメラでございます。とっても綺麗に撮れるカメラでですね、もう本当にさ、いろんな YouTuber さん紹介してましたよね。うん、で、もうすごい細かいところから機能とかね、ま、もうそういう方がね、ご紹介してると思うんで、僕はね、今回ね、これで実際いろいろ撮ってみたいと思います。はい、で、その前にですね、なぜ皆さん YouTuber のね、人さ、よくこの GH5 っていうね、カメラなんですけど、これなんで YouTuber みんな買うんだろうってね、思う方いると思うんですが、僕もね、疑問に思ったんですよ。いろんなカメラがある中で、なんでこれ YouTuber さんは本当によく買うんだろうと思って。で、あるね、カメラがとっても詳しい YouTuber さんにね、聞きました。なんで GH5 みんな使ってるんですかと。はい。言うとですね、まずね、まあ、一眼の中でですね、はい。こういう風にさ、こう、この、画面がこういう風にね、切り替わる、ものって、まあ、限られてるんですね、一眼の中で。まずこれが大きいっていうのとですね、まあ、一番大きい点としては、こういうね、一眼とかって、ずーっと動画撮り続けてると、熱暴走って言って、シャットダウンしちゃうんですよ。もう暑すぎです。ちょっと時間経ってから使ってくださいっていうね。普通、そういう風になるのが多いんですけど、このね、GH4、GH5 に関しては、その熱暴走が起きないってことで、ずっと永遠と撮り続けてられる。まあ、YouTuber ってさ、もう、ずっとこうやって自撮りでもさ、わーわーわーってずっと撮ってるじゃないですか。で、話してる最中にいきなり切れたら嫌じゃないですか。プチーとか言って。ちょっと10分待ってくださいみたいな。で、そういうことが起きない。うん。さらに、こう、オートフォーカスもいいし、ちょっと、コンペね。すごくなんかパリッとした映像が撮れるっていうことで、とってもね、こう、YouTuber の、方にとってすごくね、YouTuber が好きなカメラらしいんですよ。はい。でね、実際に今ビデオカメラなんですけど、ビデオカメラとどういう風に違うのかってね、ちょっと変えてみましょうか。いきます、せーの。はい、ということで今ね、 GH5 に切り替えました。いかがでしょうか。こうさ、ズームしてもちゃんとこうピントがね、ちゃんとピントが合うっていうのがね、このGH5 のね、良さ、オートフォーカスってことでいいらしいんですが、どうですか？違う？さっきの映像と。なんかさ、肌荒れがすごい目立ちそうで怖い。ヒゲとかが目立ちそうで怖いんですけど、こっちに今ね、画面があんのね。だからこう、どうだろう？どうだどうだ？なんかやっぱ綺麗かな？はい。まあ、普通にね、こう、家で三脚に置いて撮る分でも、こんだけ違うわけですよ。あ、ちなみにね、今マイクは、同じマイクを使ってます。で、普通にね、こう、撮るだけじゃなく、例えばさ、アクアリウムとか、例えば人物を綺麗に撮るっていう場合の方が、よりね、このね、一眼の良さが出ると思うんで、ちょっとね、今度はそっちを撮ってみたいと思います。すごいね、なんか、綺麗な映像だからいいっていうよりね、楽しいんですよね。では行きましょう。はい、ではまずはですね、こう、YouTuber でよくある片手持ちで自撮り、っていうのをね、ちょっと今やってみてます。どうだろう、結構ね、手ぶれもしっかりしてるらしいんだよね、今回。うん、さらにこのパリッとしたこうね、
絵で撮れてるかな、やっぱビデオカメラとこう違うのかな、部屋が汚いの、丸バレしてますけど、どうですか、結構やっぱ違うかな。うん、おお。そして2つ目の撮り方がじゃーん、ムンクさんです。まあ、ただムンクさんを撮るだけでもこういう風にさ、ボケ感が出てちょっとドラマチックな感じになりません？え、そんなわけないわ、私はあなたのこと愛してるのよ、そんなわけないとか言ってたらさ、こうちょっとドラマチックな感じになりますよね。そんなわけないわ。はい、そして3つ目がですね、こちらアクアリウムを撮ってみました。いつものさ、ビデオカメラよりさ、すごい綺麗に撮れてる気がする。この魚たちの透明感がこんなに今まで動画で伝えることなかったんじゃないかなってぐらいに伝わってる気がしますね。すごい透明感、これわかるかな。で、エビたちのさ、この様子もしっかりこう撮れてるかな。はい、撮れてますね。うん、このそしてこのさ、ボケ感がまたいいですよね。うん、こう魚たちと奥のこの緑のボケ感で、もう少しこう奥を撮りたかったらこういう風にやればね、また違う魚たちが撮れますし、すごい綺麗に撮れる。なんか水槽別に汚くしてるわけじゃないんですけど、水槽のむしろ汚さとか水の汚さっていうか、こうさ、舞い上がってるエビで舞い上がってるものとかがさ、すごいきめ細かく見えちゃいますね。すごい、あ、ちょっとピント合ってないけど、こういうピントのさ、合わせ方がね、どううまくやる方法がまだね、わかんないんで、ちょっともう少し勉強していきたいと思いますけど、めっちゃ綺麗じゃない。ということでね、こんな風に普段の動画もとっても綺麗に撮れて、人もね、こうなんかドラマチックに撮れたりとか、さらにアクアリウムをあんなに綺麗にね、撮れちゃう。単純にね、撮ってて楽しい。うん。この GH5 買って。というのがね、すごく痛感しました。どっちでこれから撮ってこうかなって悩みますけど、どうですか？皆さん。うん。変わる？かな？はい。ということで、ちょっと僕これから編集するの楽しみです。ということでね、今日は実は僕も買ってたんですっていう動画でした。なんかみんな紹介しててさ、今更っていうのもあったんですけど、まあいっかと思って、はい、アクアリウムが綺麗だなと思ったらぜひ高評価よろしくお願いします。ということで今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。以上、マスオ TV でした。バイバイ。